おはようございます。ようこそお越しくださいました。ゆっくりハムスターのきなりです。今日も占っていきます。少しでもあなた様の一日のアドバイス、きっかけになれば幸いです。それでは早速行ってみましょう。まずはラッキーナンバーとラッキーカラーを出していきます。ラッキーナンバーとラッキーカラーは占い中、僕の上に表示されてます。サイコロの出目がナンバーサイコロが転げた先の色がカラーです。本日のラッキーカラーはオレンジ黄色ラッキーナンバーは0です。それでは続きましてタロットカードで占っていきます。シャッフルして2枚のカードを出しています。どちらか選んでいただいてもいいですし、両方の結果の複合でも OK です。ビッグカンファーツリータロットカードを使っていきます。どちらか選ばれる場合は決めてください。約10秒間お取りしました。進めていきます。まず1枚目めくります。恋人たちの逆位置が出ました。夢見心地で幸福を感じる。あなた様の一手が守られています。心が幸せで満ち足りて、嬉しいと感じるものを選びましょう。何かに魅了されている様、快楽に身を委ねて夢見心地になっている状態です。自分の行動から未来を選び取るという意味も含まれます。新しい何かを予感させ、運命を切り開いていく選択の時が訪れたことを告げています。あなた様の人生でも、新しい出会いやチャンスが訪れても、あなた様が選ばなければ、その先の発展はありません。心に迷いがあっても、特に結婚やビジネスの契約など、人生を左右するようなことほど、しっかりした選択と決意が重要です。一抹の不安があっても、選択することを恐れないでください。ほとんど良い意味を表しているのですが、異性のためにお金を使ってしまうイメージがあります。お金の管理には気をつけた方がいいです。恋人たちの正位置の意味は充実した異性関係、ときめきと情熱、遊び心、新たな始まりのための選択の時期、ロマンス、恋に落ちる、魅力的な人、夢見心地の恋。二枚目めくっていきます。ソードの5の正位置が出ました。手段を選ばず強奪する。とても滑稽で戦略的です。正当なアプローチでは進展しないと理解して、コネや人脈など何らかの手段を講じて、目的を果たそうとしているかもしれません。あなた様の道理が叶えられる時ですが、反面で失うものもあるかもしれません。近視眼的に早まった結論を出さぬように、慎重な姿勢が大切です。夢を叶えるために一念発起したり、紆余曲折を経て指針が定まってきたことを暗示しています。どんな手段を使っても目的を果たしたい気持ちが現れています。望みを叶えるために、奮闘しているかもしれません。主導権を握ることに強引になっています。相手を強引に制圧しようとすれば、主導権を奪われたり、関係にひびが入ることになりかねません。目標を追いかけるあまり、周りが見えなくなっている可能性もあるでしょう。わがままな振る舞いや強引さで、大切な人を傷つけていないか思い返してみてください。十分に注意する必要があります。ソードの5の正位置の意味は攻撃的な人物、容赦しない、強引な態度。簡略化、態度が一変する。不正な手段、虐待執念深い、非情、実力主義、なりふり構わず。本日の占いは以上になります。少
少しでもあなた様のお役に立てれば幸いです。気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。ぜひまたお越しくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。